皆さんこんばんは、ネイル .com です。ネイル工房さんで購入をしてみたものなんですけれども、こちら、まずこちらから、こちらね、新しく出たキャッツアイシリーズのマグネット、なんか強力になったみたいで、これが今までのキャッツアイシリーズのマグネット、片方だけこっちにあって、こう近づけるとシュッっていう線が入るタイプのものになっております。これが新しく出たタイプのマグネットになっております。どちらもね、磁石になっていて、結構ね、こういろんな模様がこれでキャッツアイシリーズ作れるようになるのではないのかなというものになっております。で、あともう一つなんですけど、こちらですね、先ほどお見せしたこれなんぞやって話なんですけれども、ちっちゃいタイプのクリアパレットになっております。もうね、見てもらえばわかると思うんですけど、大きさが全然違うんですよね。このね、大きいタイプそんなにいらないかなっていうのがやっぱり大きかったので、ちっちゃいタイプも持っていた方が何かとこう便利なことが多かったりとかするので、ラメグラデーションとかね、一色でやる人とかだったら全然この上で混ぜて足りるので、そういうのもね考えると、このちっちゃいパレットがすごくずっと欲しかったので、ネイル工房さんで購入をしました。ちっちゃいパレットなんですけど、この蓋みたいなのがついてたので、多分そのうち壊れるんだけどね。当分はね壊れないから、この状態でね保存すればダストの表面につきづらくなるので、一回一回ね、こうエタノールとかで拭いてから使わなきゃいけなかったんで、それがねすごくいいなと思っております。今日はね、このキャッツアイの強力マグネットを使ってアート作っていきたいと思います。まずはね、こちらのエナメルブルーというキャッツアイのカラーから試していきたいと思います。色味はこんな感じですね。まずね、一度塗りしていきます。はい、一度塗りで硬化が終わったものがこちらになります。で、これに二度塗りをしてマグネットを近づけていきたいと思います。はい、二度塗りが終わってこんな感じです。まずはね、今までと同じような形のこちら側から試していきたいと思います。いきます。すごい早い。今完全ノーカットですからね。今完全ノーカットでお届けしてこんな感じ。今ね、ちょっとね、ここね興奮しすぎて当てちゃってジェルが取れちゃったんですけど、ちょっともう一回いきますね。ほら、もうこんなにくっきりと。すごくないですか？これちょっとライトに入れて硬化します。次はね、反対側の丸っこい方を試していきたいので、もう一度二度塗りしていきます。で、これにこの丸い方の磁石を近づけてみたいと思います。丸になっちゃった。ちょっとこれ丸はちょっと恥ずかしいんで、ちょっとダサいんで、ここに置いていきますよ。すごくないですか？いきますよ。分かった今。これすごい便利です。こっちだと今までどんな風になってるのか当ててる間見えなかったんですけど、これね細くなってるし、こっち丸だから、この丸の方なんて本当に当ててる間全然見えます。目でね確認しながらこう磁石が広がっていくのができるので、すごくいいですね。あとね、このね磁石がゾワワワワワワって動く感覚をね、こうなんかみんなにもっと伝えたい。こんな風になりました。これもライトに入れて硬化していきます。はい、トップジェルを塗り終わることができました。どうですかね、結構綺麗ですよね。そんなに磁石を近づけてる時間も長くなかったので、それでこれだけはっきりね模様が出てくれるっていうのはすごく素晴らしい点なのではないのかなと思います。はい、次はですね、はい、こちらですね、白影のブラックを一度塗りしてあります。こちらにオーロラキャッツアイ使っていきたいと思います。まずはね、普通にオーロラキャッツアイジェル表面につけていきます。この磁石超強力磁石なんで、すぐ模様が出ると思います。今日はね模様を見ていただくのがメインになってるので、近づけていきたいと思います。1、2、3、あ、3秒ですよ今。ライトに入れて硬化します。
はい、ではね、次こちらに、こちらの丸い磁石近づけていきたいと思います。もっとね、この黒のところを広げていきたいと思います。この今ここにあるジェルあるじゃないですか。これがね、うまいこと端っこに行ってくれるといいんですけど、なかなかね、そうもいかないっぽくって戻ってこようとするんですよね、こっち側に。模様を作ろうと頑張って当てすぎちゃうと、やっぱいろんなところにこのカラーが散っちゃうんで、逆に汚く見えるっていうのはありますね。ほら、こっちまで行くとまたこっちに復活するんですよ。もう一回やっていきます。もうね、ここで若干反応するんですよね。まだね、全然距離遠いんですけど、もうね、若干反応してるんですよ。これ編集するまでどう見えてるかわかんないな。こんな感じでやることもできます。で、これライトに入れて硬化していきます。はい、こんな感じですね。かなり綺麗に線出てますよね。はい、今日作ったものはこんな感じになっております。やってみて実際に楽しかったのはどっちかって言われると、楽しかったのは丸の方でしたね。こっち側はまあ、あの3秒なんで、ほんとすぐにね、こうパッて開ける感じなんですけど、こっちはね、動いてるのが本当によく見えるので、なんか本当不思議な感覚になりました。はい、いかがだったでしょうか。本日ご紹介した、カラーとマグネットなんですけれども、どちらもね、楽天さんの方で購入することができるので、概要欄にリンクの方貼っておきます。そちらからぜひぜひ購入してみてください。楽天お買い物マラソンの方も始まってるみたいなので、少し安く買えるのではないのかなと思っております。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。